皆さんこんにちは、しもです。今回は文化の道種目館に行ってきました。種目館は陶磁器商として活躍した妹為三郎が建てた邸宅で、名古屋市有形文化財景観重要建造物に指定されています。ちょっとその前に、文化の道とは名古屋城から徳川園の一帯を歴史的遺産の候補として文化の道と名付けられています。このエリアには名古屋の文化と歴史を感じさせる建物や物語が残っており、保存活用されています。それでは種目館に入っていきましょう。観覧券大人200円、中学生以下は無料。近くにある双葉館共通観覧券は320円です。では2階から見学していきましょう。2階娯楽室は妹為三郎が渡航していた国々で流行していた建築技術、デザイン、インテリアなどを凝らした贅沢な作りになっています。宿屋が少ない時代だったため、娯楽室で楽しまれたお客様がそのまま泊まれるように寝室、バス、トイレが設置されています。1階の和室は広々としていて、落ち着いた雰囲気で貸し室としても利用できるので、展示やイベントにも使用できます。為三郎の生まれ年が鳥年だったため、館内には鳥のモチーフをたくさん見ることができます。中庭の先には2棟の蔵があり、西土蔵の1階も貸し室として利用できるみたいです。和館の展示室には名古屋陶業や文化の道について展示されています。1階の台所には当時使われていたものが展示されていたり、ガスかまどは大正時代のもので、種目館の周辺が名古屋市内で初めに都市ガスが引かれた区域だったみたいです。洋館各所にはステンドガラスが装飾されています。昭和に入って瞬く間に室内装飾、生活品などに使われるようになりましたが、種目館のステンドガラスはこの流行に先駆けた作品と言われています。1階の旧食堂と応接室には種目館カフェがあります。オリジナルブレンドティーや自家製ドリンクがいただけるみたいです。窓で囲まれたカフェは開放感があり、日差しがよく差し込んでいて、スタッフの方もとても親切で何時間もいたくなるような空間でした。玄関を出ると庭園に回ることができます。庭園の一角には茶室があり、こちらの茶室も貸し室として利用できるみたいです。種目館付近には文化の道、歴史遺産がたくさんあります。日本の女優第1号と言われた川上貞奴が住んでいた和洋折衷の館や、江戸時代から当時の位置のまま残る武家屋敷長屋門、名古屋城の鬼門鎮護の役として清洲越しの際にこの場所に移行された長久寺などがあります。こちらは天狗伝説がある片山神社、かつて天狗が腰掛けたと言われている御神木が祀られています。境内には願掛け銀杏の切り株があり、
この上にある桶に願いを込めたお賽銭を3回以内に入れることができたら願いが叶うとされています。切り株の途中に引っかかった場合、努力次第で願い事が叶うらしい。頑張ります。片山神社の隣には名古屋で有名な心霊スポット棒ヶ坂があります。特に怖い様子はありませんが、悲しい昔話があるので、ぜひその動画も見てくださいね。